おい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 、コストコ大好き。むっちゃ楽しいな、むっちゃ。ジューシー、まじめや。これ褒めるかい。うわでかすぎだろこれ。おはようございます、ダオマスです。今日なんですけど、うちの近くにねコストコがあるんですよね。カードあるじゃないですか。これのね有効期限が切れそうなんですよ。というわけでね、更新しに行こうかなと思います。まあまあ食材はね、買いますよ。めちゃくちゃ買って、めちゃくちゃ食ってるわ。久々のコストコだからめっちゃ楽しみやな。めっちゃじゃないわ、むっちゃ楽しみな、むっちゃ。コストコってね、いろいろ大きい商品とかうまそうなやつめっちゃあるやん。探索してちょっと買ってきっこようかなと思います。体重もなんと朝一80キロ切ったんで、それのご褒美やな。ご褒美企画だ今日は。ちょっとそして今ねめちゃくちゃ腹減っとる、やばい。多分中は撮影できないと思うんですけど、お楽しみに。はい、来ましたえぐこれ。ちょっと紹介させてくださいよ。これ寿司ね、コストコと言ったら寿司。そしてこれチョレギサラダ、これもねなんかあのインスタの DM でいただいたんですけど、うまいらしいです。これちょっと初めて見たんだけど、これなんか牛肉のガーリックライス、ティラミス、これもう惜しい。トルティーヤみたいなね、こんなやつもあります。ちょっと早速、あ、ちょっと体重測定しようかな。食いたいけど何キロ増えるかちょっと確かめたいんで、体重測定に移りましょう。 80.6キロからのスタートです。こちらいただきます。うーん、まやば、何個も何個も連続や。マジ、ジューシー。まだサーモンが満たされてないよ。もっと俺にサーモンをくれ。ブリもちょっといただきます。落ち着く。アナゴさんいただきます。パンチがいいねこれ。すごいいいパンチ打ってくるわ。チョレギサラダちょっといただきたいですね。海苔くずくずに、あ、チョレギサラダの中身はホタテとサラダとエビとキュウリとかレタス。うまいわけないやん。じゃあまずいわけないやん。うまいわけないわ、あかんわ。チョレギサラダソース、こちらをかけて、ホタテとレタスとキュウリ。いいか。おい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 、サラダでこんなうまいことあるか。こんなんサラダで増量できるやん。初のサラダ増量できるかもな。こんなんめっちゃ食えるわ。チョレギソースがうますぎる。でちょっと口がすっきりしてきたなと思ったら、まじめやん。でちょっとこのペッパーが強いなと思ったら、サラダでリセット。コストコ大好き。タコ、無限ループ。この言葉が一番似合う。でね、皆さんが気になってると思う商品、トルティーヤくん。インスタとかでも一番コメントが多かった。今回はね、このちょっと大きめのタイプを選びました。ちょっと照り焼き風味かもしれん。中はね、何が入ってるか全くわからん。ただ一つ分かることは、めっちゃうまい。めっちゃうまい。これだけ分かる。すげえ。皆さんもぜひこのトルティーヤ試してみてください。はい、ちょっとねアレンジ商品を作りたいと思います。
さっきのこの牛乳のペッパーランチ、一癖二癖つけたいと思います。まずはダイブさせる。こいつなんだよ、チーズ。これかけたら絶対うまいでしょね。ふんだんに使っちゃうから。うわー、こんな感じです。最高すぎやろ。ネギもちょっと追加して。うわ匂いがやばい。これが俺のチーズチャーハンだ。ただチーズ乗せただけやん。できました。チーズとチャーハンと牛肉が絡まった、ここ。いただきます。やば、マジえぐいわ。数段階レベルアップしとるやん。このチーズの伸び見れわかるでしょ、うまいかまずいか。うん、まっ。やっぱチーズって正義だな。うん。ティラミスドルチェ。これがちょっとね、一遍食ってみたかった俺は。一遍な、ドデカスプーンでいただきます。ぐー、これですよ。これ、これ一口でいけるか。えぐっ、うまっ。うわー、うまいな。満足感がえぐすぎる。ティラミスってなんでこんなうまいの。ケーキの中ではモンブランが一番好きなんだけど、ティラミスワンチャンあるぞ。これこんなたっぷりティラミス食うことないからさ。モンブランとかも大バルって、これすっごい美味しく感じるからさ。美味しく食べれるとこでやめとくのがダーマス流なんで。はい、来ました。夜の部スタートや。さっきのはね、言ってなかったと思うんですけど、昼の部です。まだコストコの品はいっぱい買ってあるので、まずピザね、そしてこの一匹の丸焼きチキン。担々麺みたいなのね、あって、太い麺で結構うまいらしい。あとこちら山本宗志くん、ありがとう。クロワッサンたい焼き、こちらをね送ってくれました。まずこちらの担々麺ね、ソースかけていただきたいと思います。このソースをふんだんにこうかけて、こんな太いからね。ちょっと待って、これ米うかい。これは米だ。で、ちょっとこの間ね、ピザ切って、ピザを焼いておきます。絶対うまい。楽しみ。で、その間に、こいつでしょ。なんかこれ、どうやって食うの？どうやって食うんですか？このまま食えるよね。おいおい。でかすぎだろ、これ。これでサイドレイズできるもん、多分な。全然これで多分筋肥大できると思うわ。これやばいな、これ。うんまっ、うまっ、やばっ、めちゃくちゃ食いづれやん。ちょっとこれ切らなかんわ、絶対に切らなかん。ちょっとこれ今回なしか。しかもさっきまで冷蔵庫に入れてたから冷え冷えないんや。ちょっと夜食に回します。その間にこのサーモン、いつ食ってもうまいわ。はい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 、ピザできました。うまそう。うまっ、うまっ、ベーコンと米合う。一切れのボリュームが半端ねえわ。最強の婦人たち、レッツゴー。
これがね、先ほどのティラミス。あとヤマソのやつってチョコとカスタードとつぶあん3つの種類があって、多分生地が、あ、生地がクロワッサンだ。うまっ。これつぶあん、うわめっちゃうめえやん。クロワッサンたい焼き、もうまさにその名の通りだわ。クロワッサンの中に粒あん、たい焼きっていうのはこの形がたい焼きっぽいからそう言ってるだけ。これなんだろうね。うわチョコだチョコ、デザート感がめっちゃ一気に増したな。っていうことは最後がだよな、カスタード、うまい。ちょっともっさりしてきたなと思ったら、どでかティラミスをガーバッとすくって、ここおい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 、こいつはマジでうめえな。ちょっとめっちゃいいこと思いついちゃった。ガーバッとすくったところをこいつにジュッとつけて、うわっえぐっ、うまっ、贅沢すぎるだろこれ。本当は生クリームとかでも十分なんだけど、そこをティラミスでやっちゃうというね。はい、食べ終わりました。大満足すぎる。昼からのチートだったけどマジで満足感えぐいわ。てかコストコやばいな。なんかまだまだね、うまそうなのがめっちゃあったんやな。ちょっとまたやりたいですね。月1とかにしてもいいかもしれんな。っていう感じでね、皆さんよかったらコメント等もよろしくお願いいたします。また次の動画で、バイバーイ。うわ、何キロ増えたかわからんけど、なんかいっぱい増えたような気がする。明日からの減量頑張ろう。